スタンダール作前川健一役「パルムの創印」その第39回第9章続きから一里も行かないうちに三千然と輝く白色の帯がこの国に名高いレゼオン・ジレックさんの春麗を東方に浮かび上がらせた彼のたどっている道は 百でいっぱいだっただが軍事的な戦術など少しも考えず彼はただこの小蒙古をめぐる森林の崇高なあるいは感動的な風景にのみ心を動かされていたこれらはおそらく世界で最も麗しき風景かもしれないもちろん作者はスイス人が言うように新しい黄金を 最も多くもたらす風景とは言いたくない最も雄弁に魂に話しかける風景と言いたいこんなことをベネチア・ロンバルジア当局の憲兵書士に追われているファブリスのような立場にいて聞くのは真に辞儀に等しいことであろうとうとう国境から反利来たと彼は思ったきっと長官の巡視をやっている 税官や憲兵に会うだろう。だろこんな羅ャの衣装を着ていればきっと疑惑を招き彼らは俺に旅券を求めるだろうしかしこの旅券はというと全文皆監獄行きを約束されたもののなばかりだいよいよ殺人を犯すべき愉快な立場に立ち至るわけだもし憲兵が慣例通り二人一緒だったら そのうち一人が俺の襟首をつかもうとするのを発砲もしないでのめのめと待っているなんてそんな手はないだがそやつが倒れる時少しでも俺をつかんでいたらああそれでもスピールベルグというわけだファブリスは叔父ピエドラネーラ博の旧部下であったかもしれない男に こちらからか最初に一発お見舞いしなければならないことをことに恐れていた彼は大きな栗の木の洞穴の中へ走り寄って隠れ拳銃の口火を新たにしていると森の中から一人の男が当時ロンバルジアで流行していたメルカダンテのうちの甘い歌をひどくいい声で歌いながらやってきた「これはいい前兆だぞ」。 とファブリスはつぶやいた彼はその歌を何か宗教的な気持ちで聞いていたがその調子に引き込まれて彼の論理の中に混じり始めていた「憤怒のの兆し」が消え去っていった彼は注意深く国道の両端を見つめたが誰も見えない「歌を歌っているやつはどこか横道から来るらしい」とつぶやいたがそれとほとんど同時に甚だな「はだを麗な 英国風をした重木が菓子馬に乗り少し痩せすぎているらしいがそれでも実に立派な両主馬を引きつつ波足でやってきた「ああもしモスカ伯爵のように考えるなら」とファブリスは思う人間は常に隣人に対する己が権利を試すために危険を冒すことになるんだが。 「それでではあの重木の頭に拳銃を打ち込んでもいいわけだ。そして一旦あの痩せ馬にまたがってしまえば世の憲兵どもをことごとく嘲笑してやれるのだがそしてパルムへ帰ればすぐにあの男かそれとも後に残った家父に金を送ってやればいいのだだがそれは恐ろしいことに違いない」第10章。第章ここんななとを考えながら、ファブリスは、 ロンバルジアからスイスへ通う国道に飛び出したがそこでは街道が森よりも優に四五尺も下の方を通じていたあの男は怖くなればすぐに駆け足で逃げるだろうし俺はまるで圧巻そっくりといった顔つきで後にポカンと立っているわけだこの時重木は十歩ほどのところに来ていたがもう歌ってはいず そのの目にはありありりと恐怖の色が見えた馬を返そうとしているのだ。ファブリスはまだどうするか腹も決まらないうちに飛び出して痩せ馬の手綱を取り「あが友よ」と重牧に言った「僕は波の泥棒じゃないんだ。まず君に二十フランあげようと思うんだがその代わり君の馬をぜひとも借りなきゃならないんだ。 僕は早く逃げなきゃ殺されてしまうんだ実はリバーの4人兄弟に追われているのだ君も知っているだろうあの手強い漁師だ奴らの妹の部屋にいるところを見つかったもんだから窓から飛び出してここまで来たんだが奴らは猟犬を連れ小銃を持って森へ出てきている僕は奴らの一人が街道を横切るところを見たもんだから あの大きな栗の木の洞穴の中へ隠れていたんだ今にやつらの犬が僕の足跡を嗅ぎつける僕は君の馬を借りて菰の向こう一里までかけて行こうミラノへ行って総督の執家に身を投じようと思うんだもし君が親切に承知してくれるならナポレオン金貨2枚をつけてこの馬を駅に残しておこう少しでも抵抗するようだったら ここに持ってている拳銃で殺してしまう別れてから憲兵に後を追わせるようなことをすれば俺のいとこで皇帝付き別当の勇敢なあらあり伯爵が君の命をもらい受ける。ファブリスはひどく穏やかな調子でこんなでたらめを話した「だが」と彼は笑いながら続ける「何も名を隠すわけじゃないんだ僕は アスカニオ・デルドンゴを焼工爵というので城館はすぐ近くのグリアンタにあるさあ彼は声を高めたさあその馬を放せ重木はどぎもを抜かれて何も言わなかったファブリスは拳銃を左手に持ち替えて相手の手放した手綱を取り馬に飛び乗って軽い駆け足で走り出した300歩も来ると 約束の二十フランを忘れていたのを思い出して立ち止まった街道には駆け足で追っかけてくる重木のほか誰もいなかった彼はハンカチを振って恋とし「来い」と相棲し五十歩ほどのところへ来たのを見ると街道の上へ一つかみの鐘を投げそれからまた駆け出した遠くから振り返ると重木は銀貨をかき集めている。 あいつは実に利口なやつだとファブリスは笑いながらつぶやいた「いらんことは少しも言わない」彼は南の方へ急いで駆け続け人里離れた一軒家で休み数時間の後また道を続け朝の2時ごろマジオーレ湖岸に来たやがて彼の船が波音を立ててきた定めの合図でやって来たのだ 見たところ馬を渡そうにも一人の百姓もいない彼は助けの神とも言うべきこの馬を手放し三時間の後にはペルジラーテに来たそこは彼にも親しい土地なのでしばらく休息した彼ははだ愉快だった完全にうまく成功したのだ今さら彼の喜びの真の原因を述べるまでもあるまいが彼の木は すくすくといたち彼の魂はブラーネス氏の腕の中に見いだした深い愛情で爽やかにされたのだ。死は自分への予言をそのまま本当に信じているのだろうかそれとも兄が俺を過激党員だとか眼中神もなく人もないとか何事にも並行しない人間だなどという悪評を立てたのでそれで死は 俺に何かいたずらを仕向けようとする奴があってもそれを殺そうなどという誘惑に負けてはならないとそれを前もって望んでくれたのであろうかその翌々日ファブリスはパルムに着いたがいつものように公爵夫人と伯爵に旅の物語をことごとく話して二人を面白がらせただがついてみるとサンセベリーナ家の門番も召使いもみんな 最大をつけているのだ誰が亡くなったのです彼は夫人に聞いた「私の夫になっていた方がバーデンで亡くなったのですこの屋敷を私に残してくれましたこれはもう前から決まっていたことなんですけれどその上友情の印として30万フランの遺産をつけていてくれるのですそれで私大変困っているのです」。 それをあの人の命のラベルシー公爵夫人にはお譲りしたくないのでね。でも夫人は毎日のように私にひどいことをなさるんだもの。で、あなたはその方面の趣味が終わりなんですから、誰かいい彫刻家をお世話願えないかしら。私、公爵に三十万フランのお墓を建ててあげようと思うのです。伯爵はラベルシーの逸話を話し始めた。 あの方、何かと数々の親切を尽くして、ご機嫌を取ろうとしてもダメなんです。公爵のおいごさんたちは、みんな、私が大佐や将軍にしてあげました。それなのに、一ヶ月と経たないうちに、もう無名の忌まわしい手紙をよこしたりするんです。そんな手紙を読むのに、秘書を一人雇わねばならないほどでした。そんな無名の手紙なんど、何度？ 「まだあの連中としては罪の軽い方です」とモスカクは答えた「パルムの総院その第39回第10章途中まで2021年6月27日